大阪市立大和田小学校は、大阪府大阪市西淀川区にある公立小学校。校庭には、大和田城の石碑が設置されている。明治時代初期の学生発布により、当時の西成郡大和田村に設置された西成郡、第六大区第五小区第七番小学校が、学校の起源となっている。また大野村には、明治時代初期第五番大野小学校が設置されている。 大野村の第5番小学校は1885年、大和田小学校と合併して、大和田校の文教場となった。大野文教場は1888年に廃止されている。1887年に西成郡大和田尋常小学校となった。一時期間一小学校に改編されたが、その後尋常小学校に再改編されている。 1910年には先生村大和座大和田座、東川端に移転している。1919年には高等化を併設した。児童数の増加に伴い、大和田尋常高等小学校から分離させる形で、1932年1月に、大阪市大和田第二尋常小学校が開校した。さらに、大和田第二小学校開校直後の1932年3月には、 大和田小学校の高等化を大和田第二小学校へと移管させた。大和田第二小学校の開校に伴い、大阪市大和田尋常高等小学校は、大阪市大和田第一尋常小学校へと改称している。また1940年には大和田第一尋常小学校より分離し、千船尋常小学校が開校した。国民学校令により1941年4月1日付で、 大阪市大和田第一尋常小学校は、大阪市大和田東国民学校へと解消されている。また、大和田第二尋常高等小学校は、大阪市大和田西国民学校、大阪市千船尋常小学校は、大阪市千船,船国民学校へ解消した。太平洋戦争の選挙区悪化に伴い、1944年に3年生以上の児童を対象に、 学童集団疎開が実施された。疎開先は、各行政区ごとに割り当てられ、西淀川区の国民学校には、香川県及び、徳島県への疎開が指定された。大和田東国民学校は、香川県大川郡長尾町、石田村、大川村へ、集団疎開を行っている。また、大和田西国民学校は、徳島県板野郡、坂東町、板西町、 戦線国民学校は香川県大川郡津田町へと集団疎開を行った。また1945年には選挙区がさらに悪化したため集団疎開の対象を1.2年生及び1945年度3年生にも広げ第二次集団疎開が実施されることになった。米軍の攻撃が激しくなり、米軍は瀬戸内海に 多数の嫌いを付設していたもと、大阪から瀬戸内海を渡って四国に行くのは危険な状況になっていた。そのため、第二次疎開対象者については、疎開実務を西区、本田国民学校に委託する形で、児童と教職員を本田校に書類上転席させて、島根県への集団疎開を行った。1945年6月15日の、 第四次大阪大空襲では、西淀川区にも大きな被害を及ぼしている。先々国民学校の校舎は全焼し、大和田東、大和田西の両校の校舎も被害を受けている。大阪市立大和田小学校の裏門1945年3月には、大和田西国民学校を高等化単独の学校へと改変することになった。これに伴い、 従来の大和田西国民学校の初等化を大和田東国民学校へと統合している。なお、大和田西国民学校は1947年の学生改革で廃校となり、跡地は学生改革に伴って新設された、新生大阪市立西淀川第一中学校へと転用された。また、戦災の影響で、終戦直後の1946年には戦線、 国民学校が休校となり、大和田東国民学校へと統合している。かつて、大和田小学校より分離した2小学校を再統合する形で、戦後の学校教育が再開された。1947年の学生改革では、大阪市立大和田東小学校へと解消した。1950年9月には、JN 台風により、校舎が床上浸水する被害を受けた。 また1961年には第二室戸台風により校舎が約1.9メートル床上浸水する被害を受けた。1950年11月には校地が拡張されている。校地拡張の対象地には民家があったが住民の立ち退きに伴う代替地として旧先線国民学校跡を提供している。1967年には校名変更が実施され、 現在の公明、大阪市立大和田小学校となった。1960年代後半より、西淀川区での公害問題が深刻化し、1969年には、大阪府、大阪市の両教育委員会より、公害対策校に指定され、1970年には、校舎に空気清浄機が設置された。ありがとうございます。